はいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいじゃあそれではですね皆さんお手元こちらテキストの該当箇所を開いてくださいよろしいでしょうかはいじゃあ早速ホワイトボードを見てください始めていきましょう実実在企企業業と事例のの比較分析の実践ですで今回はこちらホワイトボードにも書いてあります通り 平成29年度の事例の1ですねこちらについて皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですがまずはそうですね80分間時間取ってくださいちょっとホワイトボード書きましょうね80分間80分間時間を取っていただきましてこの制限時間80分間でまずはお手元ですね事例企業と実在企業のこの一段落ごとこれしっかりと比較分析していただきたいと思います でその比較分析の際にちょっと注意していただきたいのがこちら第1段落から把握できる主体,な主体傾向とありますねで第2段落から把握できる主体傾向テキストに書いてありますがここはちょっとね目を通さずに目を通さずに皆さんの主観で主観でこちらの事例企業と実在企業の比較分析をぜひ進めていただきたい。まずは主観でね 試験医の先生はどのようなことをまあ、問わんとしているのかって言ったところを、まあ、ノートか何かでいいですちょっとメモをしながらですね多分こんなことを問いたいのかなとか、こういう知識を使ってほしいのかななんてところを思いつくところをまずメモをしながらですね80分間しっかり時間を使いながら考えていただきたいと思いますで、ここはねあのー、ちょっと時間がない方でもしっかりとやっぱ考えていただくことがとても大切です 今から本当にですね事例の意とかねそういった問題でしっかりと点数を取っていただくためにはやっぱりここでね少し時間をかけていただきたいと思いますね特に合格者の方もやっぱりここはねすごく役に立ったっていうねまあ、意見が非常に多いですのでぜひここしっかりとね時間を取っていただきたいと思いますはいじゃあそれではですねもう回答したという前提で解説の方を進めさせていただきたいと思うんですがお手元見てくださいじゃあこっち消しますね80分間は消します はいじゃあそして見ていきましょう中の内容ですねまずは予見分第一段落の比較をちょっと見てくださいさあ見ていきましょうでまあここですね、まあ、あの大分県にある会社で、まあ、取材実際に行ったわけなんですけれどもね社長さん非常にいい方ですねあのザビエルさんってお菓子をですね実際に作っているところでありますもう本当にねかなりまあ利益率は高いかなって類推できますね 実際に工場の様子とか見たりとかまあ単価とか見たりとかまあ売上はねこちらに書いてありますがね約こちらに8億円とね8億億円円とですよ、まあ、ここはそんなに大きくずれてないですね。 そんなに大きくずれてない実際企業を見ていただいても八億二千万円って書いてありますんでそんなにずれてないんですが結構ですねあの資本金一千万円の企業にしてはかなりあのブランド的にもあるし結構ですねあの売上出てるんじゃない売上というかね利益率出てるんじゃないかなといったところであります、まあ、その辺はねあの事例の一覧で深くまでは聞いてないんですけれども、まあ、一応こういった菓子の製造業でありますで今回こちらの内容につきましては結構ですね ものづくり補助金で社長さん出しましたね。資料その提出した内容と結構ね。そんなに大きくズレがないんですよ。ずれがないので、あ、試験員の先生はその補助金の申請資料をベースに結構作り込んだなって言ったところが見えてきます。その中でも変えてる部分ね。ちょっと見ながら進めていきます。とここなんですよ。大きく変えてるのはこの。 事例企業一のの資格の中見てください A 社は2000年の創業以来毎年数千万単位の規模で売り上げを伸長させてきたといったところとさ創業時から取り扱ってきた3種類の主力,製品に加えて主力商品に加えて新しい菓子の開発に取り組んでいるとこの、ね、ところこの2点大きく、ね、変えてます。 まあどのように変えてるのかっていうのはちょっと実在企業の第一段落見ていただきますと A 社は2000年の創業以来売上を伸長させており特に10年前と比べると当時の2倍に売上が伸長したとまあこういうふうにてあたんですね。でそして商品 Z に絞って生存販売をして約1年後に商品 R を開発したそして5年おきに一つの新商品開発 これを目標に取り組んでおりその一つが県から、まあ、県の農産物を使用してほしいと、まあ、柑橘類ですね、まあ、そういうね依頼によって、まあ、商品 T を、まあ、開発しましたといったところになりますこれ実際にあるところねある商品ですはいでこれ創業時から取り扱っていたんです Z これザビエルなんですね商品 Z ねで創業後に始めたといったところなのでまあ結構ですねこの やっぱりねザビエルにかなり依存していたんですよかなり依存しました大体いいですねやっぱり全売上の7割やっぱ占めていると売上構成ででも当初は本当にねほぼほぼ全部っていう形でザビエルっていうところがやっぱりすごくまあブランドの価値が高かったのかなとそんなところでグイッとですね売上伸ばしていただから主力商品への依存がものすごく強かったんですけど、まあ、その辺をちょっと見ていただきたい それを見ていただきましてじゃあ第1段から把握できる主体傾向というのを見ていただきますとまずこちらこの主力商品 Z のみにしないことにしたんです3つありましたよと言ったところで回答の方向性を単一商品への依存というふうにしていないですねそれに読んでほしくないですよと。 今回はそういう視点じゃないですよといったところに対してちゃんと問うているんだなと皆さんに回答してほしいんだなといったところがここでやっぱり見受けられます。これねやっぱりね試験の先生は主力商品1個だったらあ皆さん考えますよね単一商品に依存しすぎているよねっていう形になるんですがそうじゃなくてまあ新商品の開発がちょっとなかなかできてないよっていうようなところでちょっとね 皆さんに回答してほしいのかななんてところで初めからまあ3種類としてました事実は違いますよ初めはもう1種類ですそのザビエルっていうね商品にもす全てをかけてたみたいなそんな形になってますまあザビエルという商品があったから1回ダメでもまあ立ち上がれたのかなといったところも社長さんのお話聞いてやっぱ分かったところでありますはいじゃあそれともう一つがですねもう一つここなんですよさあ今回はこのの主体傾向の中で 特にちょっと注意していただきたいのは創業以来数千万単位の規模でずっとこうね売上がじゃあなんでここであっさり当時の2倍にじゃなくてどんどんこうね継続的に売上が伸びてきたのかとでここはテキストにもあったと思うんですがこれ有能さの罠有能さの罠に陥っているということをやっぱりね書いてほしいんだなと。 この辺がね皆さん読み取れるかっていったところが特に事例の一例の一大きなな分岐点になりますさあだからここで大事なのはまず売上高が単純に2倍じゃなくてこうずっとね売上が向上し続けるし続けると何が起きるのかと。何が起きます皆さんの会社で。皆さんの会社だったら 売上が向上し続けると、まずこういうね考え方が働くんですよ。今のままでいいかなと、そうじゃないですか。こういう考え方が危ないんですよ。危ないね。だから成功してるからいいじゃないか、そうなんです。成功してる。 人ほど、やっぱ新しいものの取り組みっていうのに対しては。ちょっとやっぱりね、一歩踏み込みが甘くなりますね。まあ、そういった考え方、まあ、知識の面でいきますと。まあ、有能さの罠とかね。そんなところに陥るっていうときには。やっぱり売上が向上し続けるって前提条件が。理論的なベースとして必要であります。もし下がっていたら、やべえぞって危機感になりますよね。だから、今まで。今のままでいいかなって言ったところに持ってきたかったんです。 これは本当に、ね、ヒアリングして社長さんおっしゃってましたよ社長さんが確かに社長さん自身もねこれやばいなと思ってるんですよただもう別にザビエル売れてるしいいかなっていう気持ちになっちゃったよとちょっと本音で聞けたのが嬉しかったですね山口さんとねこういったところだからこれをですねやっぱり試験員は理論的に 抽象化しししててていいいたただだっかりと回答していただく特にこの組織論的なところは結構今回の事例につきましては、まあ、理論的な背景っていうのを強くこうねあの類推してほしいなという問題作ってますんでここちょっと要注意かなと。でもちろん皆さんねお手元に今回のテキスト以外に、まあ、あのこちら29年度の事例の1のね 問題があると非常にわかりやすいかなと思うので、もしない方はね、あの協会さんからダウンロードしてあのしっかり見ていただくか、まああの TBC 受験研究会が出しているまあ過去問のところを参考に見ていただいてもいいかなと思います。はい、じゃそれではですね進んでいきましょう。で今回はこの第一段落のところですね。まずそういったところとあともう一つがですね今回の主題傾向の中にも書いてあるんですが、資格の中さ、類推して回答できる問題予見分にヒントは極力出してません。 ね、でこの年はちょっと短かったんですだ累推力を試す問題になってますここ注意なんですよね理論的な背景っていうのをしっかり分かっていますかっていうところを問うためにはちゃんと理論的に出る特に組織論的な組織論的な知識組織論の知識で 回答できるもの。それはもう累推させてますね。で、皆さんは累推するために何をじゃあ今からしなければいけないのかと言いますと、組織論の知識は特に。 もちろん戦略論もそうなんですけどしっかりと事前にインプットしておく記述レベルでこれが一時と違うところです有能さの罠っていうのが書けるかですよねそれちょっと難しいんでしっかりと、ね、勉強の方を進めていただきたいと。 さあいきましょう、まあ、こういったところ皆さんあとねお手元ちょっと見ていただきたいとね,ね、まあ、主力商品も Z にしないっていうことでまあ単一ね商品が依存してるって欠かせないようにしてるとかなかなかねその辺はちょっと問題書いてますじゃあ2段落目いきましょう第2段落の比較ちょっとこちら見ていただきますとこの辺ですね実際企業のところ見てください実際企業 そうと新商品などのアイデアについては社員に意見を求めているが戦略的な意思決定はほとんど A 社社長が行っていますこれも A 社の社長さんが言ってましたで行っているため迅速な意思決定実現してますよとであともう1つが A 社社長は自社店舗の必要性を感じています感じているんだけど商品のラインアップこれを増やさずに単一消費への依存ではまあ困難、ね、こういうふうに考えていますよと言ったところが1つポイントになります。はい で今回こちらねあのまず違いっていうのは A 社社長がこれテキストにも書いてありますが自社店舗の必要性を感じているが商品ラインナップを増やさずに単位商品の依存では、まあ、こんなんですよとこんなんですこれ考えてますよとね。で実際にこの会社はもう本当に県県の名産品とししててて結構県が推してくれてるんですよだからこの県とか航空会社がちゃんとねバックアップしてくれてます。 その当時取材行った時も確かねあのアナとかが、ね、航空会社がまあそのまあいろいろラウンジとかあるじゃないですかまあああいったところでちゃんとねこの特産品でこうバックアップしてくれて今日からイベントなんだよなんて社長さん言ってますだからそういった形で結構ですねあの優遇されててるなって言っ言たところはすすごくわかりますねだからこの点はまあ事例企業でやっぱ強調してないんですねそこをね答えてほしくないというふうに思ってるんですねそういういところは結構変えてますね。 書いてるで、その他はまあ、今回のテキストにもあるように、事例企業と実際企業の間に差異がないんです。で、社長が提出した補助金の資料とほとんど同じっていうことが分かっているんで、差異のあるところは特に試験員の先生が出したいと思っているところなんで、結構分析はしやすかったですね。はいまあ、来年につなげることもできたかなと。この年はとはいで、あとはそれぞれ見ていただきたいで、今回はあの意思決定についても。 社長がほととんど行っているこころはままあこれあれりますよねね予見情報、ね、しっかりとその部分についてはちょっとねあのー、社長さんについての意思決定ねこの辺は実在企業を書いてあるけれどもまあ少し逃がしてきにあ濁してきているのかななんてねこの事例企業の中ではね、まあ、そういったところはやっぱりしっかりと捉えていただきたいと。はいじゃあここですね。主題傾向を見てくださいまずは この組織論で類推できる意思決定が早いなんてところはもう書かないと事前に社長が意思決定早くしてますよじゃなくてもう類推してくださいとこれできますよねと言ったところでしっかりとその部分はまあ類推させるようにしてますであえて書かないんです社長から私がヒアリングで知ったことあえて書かないでそこはもう類推させます 意思決定早くできますよなんてところね迅速な意思決定とかそういったところはちゃんとまあ累積させますよとまあなぜかっていうと一つがまあ機能別組織っていうまあ組織形態取ってますんでねまあトップに行きますよとねまあそういったところでまあ意思決定は早いんじゃないかといったところもしっかりとやっぱり累積させるような問題にしているっていうのがポイントです。はいいいじゃあ続いてていききまましょう3段落見ていきますねさあバブル経済崩壊後 でこれは外部環境で結構事例企業ダメだよななんて話になってまますすよよよね外外部部環環境境でででだだななんててて話にっっいうふうになってるんですが実はもう一つですねこの実際企業の三段落へ見ていただきますとこの真ん中ら辺かな時代の変化、まあ、ここに最初に「事例企業」に書いてあったようにバブル崩壊後ですごい駄目になっちゃったよなんて話なんですけど本当にねなかなかうまくいかなくなったのは実はここなんですよ。 時代の変化とともに中卸を通しての取引が時代に合わなくなってんですね中卸にお願いしてたのがなかなかうまくいかないだから中、まあ、卸がどんどん衰退するから卸が衰退してで卸に依存しすぎていたから X 社の売り上げも激減していったというのが実際なんです。ただただだ環境で売売れれなくなななくったから売れないいいうわけじゃないんですない、ね、でそうするとそこ書いちゃうと事例の日っぽいんですよ。 だから私はこの仲卸の話が出た時に社長からあれこれ事例の2でも使える事例だななんてちょっと思っていたんですけどさすがに試験委員はそこ切りましたねそうするとチャンネル戦略になっちゃうからだからここで大事なのは事例の1っていう時にはちゃんと事例の11の領域だから組織人事 回答してほしいとだからここ削ってんですよそうしないとチャンネル戦略の回答になりますここねはい、まあ、そんなところが、まあ、しっかりとですねやっぱ死刑員の意図として変えてる部分ですね変えてる部分組織人事に関する事例ですよっていったところを案にやっぱ強く言ってるわけです。 はいじゃあ行きまししょょううう続いて段段落と5段落目目とどうでしょうねこちらまあいろいろと細かいところが違うかなと思うんですけれどもまず出てくるのが何かっていうとまあこの事例企業の中では A 社に譲渡することが短期間で決まったなんてありますよねこちらお手元見てください皆さんね。こう A 社にどうと短期間で決まったこれね実際にそんな短期間で譲渡されてないんですよ。まあ書いてあるようにね4年間リースされなんてありますね。 でリース料払ってたなんてで実績を認められてやっと買い取ることになりましたよと言ったところでこの辺もちょっと違うんですすぐに行けたわけじゃないだけどそう書いてしまうとなかなか難しいのでだからじゃあどうなのかっていうとこの本事例のね第1問この事例の平成29年度の第1問一度市場から消えた主力製品を A 社が再び人気商品にさせた最大の理由って何ですかっていうのが問題出ました。それに対して ね、主力商品を絞ったこと主力商品に絞ったことというのがそれと回答の軸となる内容としては主要,取引先主要な取引先や貸し工業組合の支援が背景にあったあとは老舗ブランドの品質や食,感や食感を自動化と効率化を伴って実現できたことというふうに、まあ、回答してくださいねとねでそういうふうに回答するように予見文を変更したわけです。 バッックアップありましたよと、ね、バックアップありましたよとこちらね支援がそれがなんかリースで4年間っつったら結構慎重だよねって話になるじゃないですかだからやっぱり回答の書いてほしいように書いてます予見文書ねそこは試験の先生ねよくやるところなんで,であとはこちら特にねあの競争優位持続的競争優位の背景といったところでまあ本当にねあの経路依存性とかそういったところ 長年こう、ね、培ってきたもの大事ですよっていったところもしっかりと、ね、今回の事例の中ではやっぱり言っています平成28年度あたりの事例だとやっぱりこの何ていうのかな物的この設備資源っていうのを重視しているそういった事例だったんですけれどもさらにまあ今回はこのずっと持続的な競争意義においてはその経路依存性、ね、長くずっとやってきてますよなんてところをしっかりとねやっぱり書いてほしいなんてところがあるかなと。 だから、まあ、老舗ブランドの品質やみたいなところが結構出てきます。ね、まあ、そういったところが、まあ、皆さんですね、読み取れるかっていうのが今回の問題の中のポイントになるかなと思います。はい、じゃ、あ続いていきましょう。今度は六段落目ですね。さあ、皆さん見てください。いかがでしょうかね。まあ、今回、産業集積につながるところです。なかなか難しいです。だから、今回は、まあ、本当に現在の場所。この A. 社の現在の場所っていうのは、こう、テキスト書いてあるように、県がね、当初。 この企業の物流拠点とした、まあ流通業務団地なんですよ。まあ今回こちらあの工業団地という風にね。なっているかなと思ってるんですけど、まあ流通業務団地という形なんです。じゃあ事例企業を見ていただきますと。事例経営は工業団地ですね。ちょっと簡単にまとめております。まあ流通業務団地だとね、何のことやらと。じゃあ、なぜ工業団地にしたのかっていうと、やっぱりね。集積なんですよ。集積。 その単純に物流だけじゃなくてその工業団地に移転というふうに事例企業にしたっていうことは事前に集積産業集積のメリットっていうのはインプットしといてくださいねここ出てますね産業集積のメリットこの辺をしっかりと皆さんね考えていただかないとなかなか難しいかなとこの辺大事ですよ産業集積のメリットは事前にこうインプットしておくっていうのが大事まあ白書の内容なんですけどね まあ若干やっぱ白書を読んでいくっていうのも必要じゃないかといったところはこの辺のニュアンスから読み取れるところでありますはいじゃあ続いてですね見ていきたいのが7八段落目,8段落目いきまししょょうううでで今回どうでしょう段落、ね、非常に短いところであるんですけれどもまずこちら大きな違いはまず A 社主力商品ってありますねこれが自社で開発した、まあ、T と S T と S ではなくて全身であるこの X 社が築き上げてきたこの商品 Z と R に依存しておりという点なんですよ。でまあこの部分まず大きくこの辺が違いますよねと。でそして7八段落目の予見文見てください。そうすると、まあ、リスクこれ第4問に関連するんですね。リスクに大きく関連してきますが。実在企業と 実際企業はね新商品の開発員って経験ありますと実際企業で事例企業では経験のなさっていうのを強調しているだから実際の企業では、まあ、一応コンスタントにちょっと新商品開始しようねっていう形でやってるわけですからただ事例企業では新商品開発の経験のなさってここをやっぱ上げているんです強調してますこれ大事です経験があるかないかっていうのはすごく大事ですよねリスクにおいて。 で新商品開発のリスクについて考慮して回答することっていうのはやっぱ示唆しているなといったところが読み取れますだから主力商品の内容を変更してね新商品開発に対するリスクこれの高さを示唆しています経験ないならば新しく取り組むことっていうのは組織的にも戦略的にもちょっとリスクありますよねなんてところをやっぱ考えていただきたいとこんなところね今回は予見の文章が短かったんですけどぜひね このの辺は何が違うのかでそして最後にどういう知識が必要なのか大事ですねどういう知識が。だから皆さんの中では産業集積どういうものなのかこういった知識も しっかりと事前にインプットしておかなければいけないなといったところをちょっと踏まえてもう一回ね勉強の方向性を考えていただきたいと思います。はいまあそんなところがですね今回の中でいう平成のの年度ですすね事例の1となりますさあそういったところでまあ皆さんねしっかりと勉強を進めていただきたいと。 じゃあ続きまして、ね、あのホワイトボードを切り替えてまた講義の方を進めていきたいと思いますのでこちらはしっかりと映してください。よろししくお願いします